狙ったポイントにものすごい人がいて入れなかった。根魚とかが身を隠せるような、今みたいにボトムまで沈めなくても来たよ。こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。エギングのシーズン、いい釣果を求めて磯場に入った時、今日みたいに風が強い、もしくは狙ったポイントにものすごい人がいて入れなかった、黙って帰るしかない、そういった状況ありますよね。でもそこでもまだできることがあります。実は本当にこうフルキャストできないような、こういったシャローの岩が入り組んでいる、ほぼ潮だまりに近いような場所、こういった場所にも実はアオリイカがいるんです。そういった一見見捨てがちなポイントには見えない場所へのアオリイカのアプローチ方法をご紹介します。本当にですね、ポイントはフルキャストもできないような水深1メートル、まあ2メートル、深ければ深いほどいいですよ。でも本当に水深1メートルぐらいのシャロー帯です。で、条件としては外から水が入ってくる場所、本当の潮だまりはいか入れないので、外から水が入ってきて、なおかつ下り、大きな岩や海藻が点在しているような場所、根魚とかが身を隠せるようなポイントがたくさんあるような場所ですね。そういったポイントを狙っていきます。で、不必要にエギをボトムまでフォールさせる必要はないんです。岩の下に隠れているであろうアオリイカに見える位置まで沈めれば OK なので、根がかりのリスクを減らすためにも中層をメインに探っていきます。この浅場を狙うときに求められる技術っていうのは遠投でもないんです。なるべく正確にキャストすることが大事なので、振りかぶってキャストはせず、アンダーハンドで丁寧に入れていきます。で、偏光グラスで岩の位置、あと水がどっちに流れるかなっていうのを確認して、自分がエギを通すコースを決めますね。そしてアンダーハンド、下投げで丁寧にその打ちたいポイントに落とし込んで、で、エギを目で見て確認できる水深で大丈夫です。そんなに深くないので、して大きなしゃくりはせずに細かいしゃくりで誘ってきます。で、基本的にはロッドを少し水平か少し縦気味にして、来たよ。おっと、ちょっといいサイズ。上がるかな。よね、いいサイズ。本当にこういったあのスリットに入ってるんですよ。今みたいにボトムまで沈めなくても中層でちょんちょんと動かしてあげて、テンションフォールで待ってあげる。少しレンジ下げたいなと思ったらラインをたるませて、コントロールできるぐらいのフリーフォールで沈めてあげる。本当にこのシャローでこういった秋の両肩サイズ狙えるので、ぜひ試してみてください。人が打っていないところこそやっぱりイカ残したりするんですよね。来た。本当にあの浅いんですよ。水深浅くて、本当に大きな石がドン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 って入ってて、まっすぐエギを通すのにものすごい苦労する場所なんですけど、でもしっかりあのエギの位置を見えるようにちょっと中層ぐらいで動かしてあげると、下からこうアオリイカがやる気あるさドンと出てきますよね。でも隠れられる場所があって、人がエギを入れてなければ必ずこうアオリイカがゼロってことはないので、絶対に入れた方がいいですね。では、